山岸プロの追い込みの定義は何なんでしょうか。追い込み方は分かりませんと。追い込むってなんか便利なようで難しいな、難しい言葉だな。まあ追い込むって英語になったらプッシュかな。とにかく追い込む、まあ自分でできる、例えばギリギリ、10回目で上がりか上がりませんか、ギリギリ上がりましたというところが俺は一番ベストな追い込みだと思うんだよね。追い込みというか、筋肉に対する刺激だと思うんだよね。ここは結構テクニックがいるわけ。これ、最後のこう出し切るってところは、これ、神経伝達系も発達しなくちゃいけないので、これはやっぱり初心者というか、まだトレーニング始めたばっかりですが、なかなかここは難しいわけだから、こうもう上がらなくなっちゃう。力がもう出なくなっちゃう。これがやっぱり上級者になるとこう出し切ると。ね、自分で。で、その時に、勘違いしやすいというのは、こう、補助者がいて、これで補助の力を借りてやると。これはもちろんたまにはいい、フォーストレップという、ね、トレーニングテクニック。これはもちろんいいんだけど、いいテクニックなんだけども、いつも使っていると、まあ、なんか言ってるけれども、自力でトレーニングする、その神経伝達系が衰える。モーターユニットが衰えると。俺はそう思ってるんだよね。で、これは、自分で経験してもそうだし、いろんな人も見ても、やっぱり力が伸びてこないという場合は、フォーストレップを使いすぎている場合が多い。だからこう自力でその出し切るというこのテクニック。もちろん補助者がいると安心して最後の1分チャレンジできるので、ただその補助者が、まあ近くで見てるのはいいんだけど、触っちゃいけないと。自力で出し切らないし、で、これで失敗したら初めてその補助者の人を上げると。いうことだね。まあ、そのラインじゃないだろうか、俺の言う追い込みというのはね。だから、俺の言う追い込みは決して、自力上げられなくなってから10回補助するという、それは俺はない。それは追い込みではなくても、無理やりやってるだけだから。ね。